肖像画、明治半ば過ぎの裁判年まで曲げを言った。大沼鎮山明治24年10月1日は、江戸時代後期から明治前期の監視人。名は厚氏、字は小言武器、通称はステキチ、号は水竹巨、うつりょう、鎮山。のにあって、詩人として生き、最後まで曲げ姿を通した。墓は、東京都台東区谷中の随林寺にある。 演者にあたる長い家風は、下屋なしで鎮山の人となりを相席込めて伝えている。以下1872年までは、旧暦で示す。文化15年3月19日生まれ、父の大沼ルマジは、幕府の勝利であったが、地区系と孔子氏をよくした。その廃慮屋敷は、下屋岡勝町にあった。66歳で、父が、 文政10年12月24日に没すると、大沼家は、父の弟、次郎右衛門が継ぎ、数えの10歳で淳は、尾張国庭軍に和村の父方のおじ、鷲妻ついに預けられる。おじが亡くなると、駅斎が家を継いだ。淳が、家畜の有隣者で共に学んだのは、明治の師団で活躍した森春闘のほか、駅斎の息子の軌道は、後の長い家風の母方の祖父にあたる。 天保六年には、江戸に帰り、父、畜家を知る菊池五山の門を叩くと監視人として歩み始める。当時、神田お玉ヶ池に玉地銀舎を開いていた柳川西岸と交友し、その門人の横山小山、鈴木昭桃とも信仰を深める。傍州を旅した天保八年の死を交え、翌天保九年に初めての詩集、王三州を観光。序文は、 菊池五山、塩田随才大師は、宮沢雲山、柳川西岸に来う。鎮山英仏歌を観光した、天保11年の年の暮れ、芝増上寺学棟梁の梅地商人のもとに、奇遇すると、天保15年12月まで滞在し、下谷岡地町に家を借りて移る。やがて高下4年に妻をめとると、2年ほどして、鎮山絶ッ賞を観光した年の初頭に、 下谷岡地町の三枚京南藩に家を建てて、考え資格と名付け、死者の下谷原舎を開く。大沼鎮山の所有期の藩校へ、慶所の出向儀に招かれるのは海江四年頃で、同人衆は、初編二巻、二編二巻を編むまでになった。その、三編二巻を出した、安政二年秋に、安政の江戸大地震が、勃発、いち早く震災の惨状を、 上司、自信業として、世に問い、民の救済を訴えている。翌年9月開日に妻を病で亡くし、三田大浦町役王子の大沼家墓所に葬る。戒名は、関心院一条妙道大師。新州を有歴した、安政4年にはおじ、杉井の中立ちで5歳にめを迎える。蔵前の札差し、大高平の娘で天保4年6月6日の、生まれであった。 万円元年2月に、長男、太郎が生まれるが半年を経ず6月2日に溶接、長女、金子、文久元年12月22日に授かる。次男の新吉は、源氏元年6月2日の生まれである。かねてから宮侍、大田はじめに再演していた聖母とは、文久2年8月30日に死別、亡きは、大田家の墓所に埋葬された。は月、月院乱出。 友秀大師である。防府の師は、大沼鎮山編築系先生以降として文久4年に編んでいる。時代は明治に移り、東京市三十四を付し、同じ明治2年に折本、東京学寺が時事を封したとされ、壇上代の求門を受けたと伝わっている。小賀藩の犯行に招かれると、京学士分の出向儀に向かうのは明治3年であった。その後も、 舌や銀舎歌三冠を出すなど死に親しみ、明治十年代になると、死友や隕石を次々に送ることになる。加賀出身の絵師であった、義阜、小池晃は、旅先の三河吉田の宿で亡くなり、鳴島隆北が四十八歳で、明治十七年に没すると、鎮山と吉木、湖雲が、隆北八巻、下月新市に死を痛む文を寄せている。門邸の上村アシスを、 明治18年に送ると、自らの手で、墓姫へ、三刀所埋骨の書をした,ためている。明治18年10月24日には、娘の可年に、外孫が生まれ、女児に、ヒサと名付ける。義足の西川善二郎は、新山の門邸で甲をつる林と言い,い、旧赤手藩士の西川久義の次男で、文久三年8月19日の生まれであった。ヒサの妹、 高が4月13日に生まれた、明治23年の春、中岡地町,町に鉄道が敷かれることになり、池の旗へ転居し、10月には義足の鶴林を養子に取り、大沼家の家督を譲っている。翌明治24年、鎮山は病没死母大寺の柳津遺林寺に埋葬された。明日は10月1日、戒名は、小仙院、鎮山碑、有古寺をいただいた。三回には、 杉浦梅坦に序文を恋、い、ねんの名前で、鎮山先生以降を追善した。谷中の随臨寺に立つ鎮山の墓主な執筆者の、生の五十音順、客中、または本文に似ないもの。発行年順、ありがとうございます。